春といえば、はちみつ。はあ、はちみつ食べたいな。ということで、はちみつハニカム収穫機を作りました。これではちみつ取り放題だ。マイクラマスターテクロンのマイクラちょいテク講座、はちみつハニカム収穫機の作り方。まず地面を 5×8 マス掘ろう。さらにこの場所を2マス掘る。開けた地面の両端に土台のブロックを2個ずつ置く。使うブロックは何でも OK。 土台の間、高さ2マス目に発射装置を下向きにつけていく。穴の中に入り、しゃがんで上を向きながら順につけていこう。地面に開けたこの隙間にチェストを入れる。このチェストにつながるように地面にホッパーを並べていく。まず横一列にホッパーを置いていこう。しゃがみながらカーソルをチェストに合わせて設置するんだ。続いてそのホッパーにつながるよう新しいホッパーを縦に並べていく。最終的にこのようにホッパーを置ければ成功だ。ホッパーと発射装置の間には蜂の巣箱を5個置く。残ったここのスペースは土で塞ぎ、上にはタンポポを植えておこう。今度はここのホッパーの上にレッドストーン回路を作っていく。まずこの3列のホッパーのうち一番手前のホッパーの上に土台を1ブロックずつ置いていく。土台にするブロックは何でもいいぞ。そのブロックの奥側、この位置にはコンパレーター、さらにその奥にレッドストーンを置く。これらもしゃがみながら設置しよう。さらにその先に土台を置き、上にレッドストーンを設置しよう。今度は手前に置いた土台とコンパレーターの上に 2×5 マスの土台を置く。さらにその先にハーフブロックも1列置く。横から見てこのような形になっていれば OK。 置いたブロックの上にレッドストーンを敷き詰めよう。それぞれの発射装置につながるよう上にホッパーを置く。ホッパーの上には補給用の樽を置いていこう。チェストの横にドアをつけたら、土台から土までをガラスで囲む。天井は樽と同じ高さにしよう。扉を開けて装置の中に蜂を入れよう。蜂の巣箱の3倍、15匹ぐらいを入れるといいよ。ちょいテクポイント。発射装置の中に入れる道具によって収穫できるものが変わるぞ。発射装置にガラス瓶を入れると、入れた分だけハニーボトルが収穫できる。ただしこの場合は発射装置は満タンになるまで入れておくこと。数が少ないとできたハニーボトルが発射装置に入ってしまい動かなくなってしまうんだ。発射装置にハサミを入れると今度はハニカムをゲットできるぞ。ハサミの場合は発射装置に1個ずつ入れておけば OK。 使っているうちにハサミは壊れてしまうので新しいハサミを補充してあげよう。完成。あとは待っているだけでチェストに集まっていくぞ。ハサミやハニーボトルは上の樽から補充しよう。みんなもぜひ作ってみてね。ハチさん、ありがとね。あれ、何匹かいないような。